お疲れ様です。だるいです。お久しぶりですね。久々の実況となります。今回はレジデントイービル、ウェスカーリバースというね、モッドですね。バイオハザード PC 版の。で、このゲーム内容がですね、アンブレラクロニクル、この動画じゃない、話長いと思いますんでね、パッと飛んでプレイ動画を見てくださいね。で、アンブレラクロニクルズの時にあったウェスカーが蘇って研究所、あの洋館を脱出する、ストーリー、シナリオがあったと思うんですがね、それを作ったね、旧バイオハザードで作ったね、素晴らしい猛者がいますので、それをね、やっていきたいと思います。楽しみですね。なんかね、リサ・トレバーが出るらしいですね、どうやら。はい。ということで、行きましょう。I died once. I will never forget the cold, dark fingers of death reaching out for me. However, even that death was a necessary component of the big picture. The virus that Birkin had created brought me back from the brink of annihilation. When I awoke, hatred became my master. I found the tyrant that killed me was dead.And the facility was just moments away from self-destruction. I did not have time to enjoy my newfound life. I had something I needed to do. Time to grab the data and get out. Due to the emergency condition, all data has been backed up to the UMF-013. Sergei was busy.Wesker, Albert, I am afraid that as of 2400 hours, I have taken it upon my authority to revoke your access privileges to the mainframe system. Impossible. Who are you? I am Red Queen. My primary objective is the management and protection of Umbrella assets. My secondary mission objective You will regret is the protection this, my lady. Of Umbrella that, officer I、lives. Promise.はい、ということで、10分間の間、逃げなければいけないんですね。はい、保安部長への、ちなみに初見なので、どういう感じになるか、もう普通に早速死ぬかもしれませんのでね、いろいろとカットするかもしれません。はい。X レイが違う。あれ?これ?なんかこれ読んだことあるな。これ、なんか多分ね、どっかの作品のやつですね。どっかの作品って2か3か。あれ?もうちょっと思い出せないけどね。ベレッタを持ってる。これあれですね。サムライエッジ。すごいね。ちゃんとテクスチャも変えてるんですね。ここら辺の。すごい。やばい。OKOKOK。じゃあもうこのね、バイオハザード、やっぱね、旧初代バイオハザードのね、このラジコン操作というか、これがね、やっぱこう、手に馴染むというか。硬くない?あ、こんなもんだったっけ?おいおいおい。あ、確かこの辺クリムゾンヘッドとか出てきたもんね。アンブレラークロニクルズのウェスカー編は。ちょ、これ、なかなかシビアなんじゃないの?ちょ、隙間から行かないといけない。楽しいね。普通こういうことできないからね。普通のバイオじゃ。お、引っかかってくれてる。これ簡単に行けそうだ。わ、いやらしいとこに救急スプレーあるぞ。これ絶対取っとかないとやばいやつでしょ。他にない?他にないかな?あ、ちょっと、寄り道しすぎたかな?大丈夫かな?大丈夫だ。多分引っかかってくれてる。はい、お、いるね。ここは鍵かかってる。はい、ちょっとなるべくダメージは受けないようにしないと、なんかやばそうだからね。やっぱ調べられない。おお、いるじゃん。ハンターってこっち受けだったな。オッケー、ヤオヤオ。オッケー。多分ね、うわー、ちょっと近い。正面玄関に行けばいいと思うから、ここから行って、暗いな。
怖いね。こう言って何体いるんだろうハンター。あ、違う、こっちじゃない。おおおお、びっくりした。やばい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 。ちょ待って、ちょ、これ倒せるかな。え、弾がないんじゃないのこれ。よしよし、いいんじゃない。クモ、うわわわ、やるねー。やばい。9バイオハザードってこうなんだ、振りほどいた時とかの敵がひるんでくれるっていうのがないから簡単にはめ殺されるんだよね。ちょっとどうやって倒さないといけないのかな。痛い、倒すか。こういうスタートキャンセルで弾はなるべく使わず、毒ったらもう終わりやからな。久々すぎて、やばい、どくった？よかった。久々すぎてちょっと操作がやばいんじゃないか。No! あ、どくないのかな。あ、やばい、普通にやばいな。No! ちょっと待って No! This can't be!むずくない？ちょっともしかしたら他の部屋とかに弾あったりしない？あ、いてて、いや、おお、いたんかい。お、なんだこれ、弾あるじゃん。鍵かかってる。分かった、あそこに弾があるっていうの分かったから、もう一回死んで最初からやろう。ただこれどうやってここノーダメージでいくかっていうとこなんだよね。ちょっと怖いな、あれ。取って、いい感じ。で、ここのやつは絶対倒さないといけない。あ、違うー。違う。よし、オッケー。オッケー。ノーダメージではないけど、もうここまで来た。全然ノーダメージじゃない。こいつらマジどうしよう。こうして遠距離からやっぱ撃っていくしかないかな。ちょっとね、ナイフでノーダメージはね、今のところ自信ないね。一応本編ナイフクリアは何度かあるんですけど、それももう相当昔だからね。今もう何年ぶりにやってるって感じだから、もうそもそもこのゲーム自体っていうか、バイオ、旧バイオ自体か。あー、やばい、やめてーやめてー、硬いよ君たち。その距離も長いし、危ないよ。こうやって地道にダメージを与えていくしかないと思う。え、これ弾足りんの？硬くない？君たち硬くない？そんな、お、オッケーよ。コグも出るんじゃない？あ、出ないか？出るかな？あ、出ないね。優しい。え、あと6分強で脱出できるこれ。お、危ないよ。何が来るか分からん、マジで。あ、ちょっと待って、あっちなんか絶対ある。 なんかある、あるっしょ、あるっしょ、ある、あるって言ってて見えない。壁と同化してるあんた。ちょっと待って、回復アイテムがない。あ、ラッキーラッキー。まあプラマイゼロ、いいよ。見えない。やばい、やばい、やばい、これはやばい、危ない。こういうのがね、こういうのがあるからキューバイオむずいんだよ。なになに、誰、あ、誰、いっぱいいる、いっぱいいる。
こっち？あ、行ける。あれ？あ、いる。リサだ。なんか、タイラントみたいな感じで来てるけど。大丈夫か？行った。タイラントじゃん。モデルタイラントじゃん、あれ。元のモデル。え、怖い、足音が。ハンターいるじゃん。あ、いた。やばい。エンリコ。あ、なんかある。あ、研究所の鍵。え？ここで？どこ？どこで使うのこれ。え？研究所の鍵？どこで使うのこれ。戻んなきゃいけないの？いや、まあ難しそうとは思ってたけど、ここまでと。あれ？あれ？閉まってるじゃん。普通に階段閉まってんじゃん。え、どういうこと？普通に行ってよかったの？え？ちょっとここまでの努力、え？動力室の鍵とは一体何だったの？ああ、もう。にゃーもう、にゃーもう、ちょ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 、もうやばいって、やばいってこれ。あー、これ死んだな多分。危ない危ない危ない。やばい、危ねえ、やばい、危ねえ。ちょっと待って。無理じゃねこれ。もう。This can't be. おにむずいんですが、ちょっと無駄なところでダメージを受けないようにしていこう。じゃないとダメだわ。確実に避けれる、避けれてない。ちょっとこのモッドを実況しようとしたのをちょっと後悔しておりますね。なんかクリアできる気がね。あー、マリー、もうなんでここで当たんの。この研究所はノーダメージでいきたいですね、最低でもね。ブッ、前が全然掴めてない。で、マジで掴めてない。オッケーオッケー、ここまで来た。で、動力室の鍵っていうのは多分先で使うと思うんですよね。まあ普通に考えて。いった、めっちゃ痛い。左回りだったかな。ハンターと一緒だったかな、受け方っていうのは。いって、くそ、受けられない。拾って、オッケー。うわ、ちょっとこれやばいかもしんない。避けれる？無理。ちょっとこのハンターの攻撃当たってる場合ちゃうで。ここ前から来るよね。オッケー、避けた。オッケー。で、救急スプレーとクリップ。暗っ。マジ暗くて見えない。で、ここ普通にスルーしていけるはず。オッケーオッケー。で、はしごで犬。え、当たった、当たった。オッケーオッケーオッケー。こっち行っていいんかな。あ、ダメじゃん、エレベーター来とらん。あ、そっか、こっちいいのか。え、ここ何に使った、今。あ、what？ え、なになになに。あ、見えない。暗っ、見えない。あ、な、なに、厳重にだよねこれ。俗重にって書いてない。右にプレート、プレート。ちょっと待って、ええ、うわ、どうやって行こう。あ、無理。え、ちょ待って、じゃあ寄宿舎の方に行かないといけない。それしかないよね、もう。
わ、本当こっちなんだ。いて、あーでもこのアンブレラクロニクルズの時こっちまで行かなかったもんな。何がある。あ、やった、なんかいる。鍵って痛いって。鍵、え、また、うわマジかよ。この狭いとこで戦わないといけないの。危ねえ、なんだ今の赤いの。赤かったっけ毒って。痛い。もしかしてあの一発で全ジャンになるやつとかじゃないよね。そんなそんなデタラメな攻撃ないよな。え、ただヒットしてる。あれ、こんなことあったっけ。なんかわかんない。いや、やっぱいると思ったわ。なんかいやらしいわ。え、どこに何があるの。ビリヤードのキューがないよ。そういう仕様、こっちか。座ってるゾンビがいる。すげえ。あ、これ、え、ど、え、どれ、え、どれ、え、なに、この部屋。この部屋何、何のための部屋。いける。え、何がある。え、待って。何があるか分からん。あ、これ、あ、関係ないよね。え、待って、マジで分からん。こいつ？あ、こいつかい？刑事所。このさ、どこの鍵かよく分かんないんだよね。まさかこの鍵がその、何、プレートってやつ？あの、一応ね、まあ、もともと英語だから、それはあの無理やり多分訳してるんじゃないかなと思うんですけど、今だからあのちゃんとした訳し方になってないというか。痛ーい。いける？あ、いけた。だからちゃぶんってない。多分大丈夫。あ、救急スプレーある。あれ取りたい。時間大丈夫かなこれ。こっからメインホールまであとまあまあ、あると思うけど。あと2分しかないよ。救急スプレー大事、絶対大事。そう、この PC 版ね、あのクイックターンがねできるようになってるから、まあ、仕様じゃないけど。うわーい。突っ込みすぎた。これこっちか。いける？やっぱいけないよね。そんな親切じゃないよな。ああ、よかった。え、弾足りなくない？うわ、なんかいるし。ここいけないでしょ。うわ、no! いやー、しくってんじゃねえよ。意味ない。ハンターがいらっしゃる。こっち向きで行けば。うわ、あと1分もない。あ、なんだ。来た。あ、これあったね、アンブレラクロニクルズ。最後ここで戦うんだよね、リサ。え、これ俺あと弾全然ないけど倒せんのこれ。あ、クリップが置いてある。待って、近くないこれ。あれ、近い。
あと1分もないです。いや待って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 、歩くのもうちょっと早いし。待って待って、時間足りないかこれ、あともうちょいなのに。いや待ってくれ、もうこれ出ていいじゃんそのまま。あ、 The end has come. あんなとこハーブなかったぞ。 Be a good girl and stay dead this time. あ、クリアだ。だよね。And so I was reborn like a phoenix emerging from the flame. I no longer needed umbrella. A new horizon stretched out before me. I had risen beyond the human race and cheated death itself, leaving nothing to oppose me. Oh, wow, 素晴らしいね。本当、楽しかったマジ。最高。もうね、いやらしい位置にね、ハイゼリゾンビとかっていうのはね、大体こう、ありがちというか、まあね、嫌だからね、やりがちだよね。だからこう、予想はね、なんとなくできてるんだけど、まあ、走っていっちゃうよね。っていう感じです。楽しかったね。危なかったよ。あと10秒だったからね。セーブはできないでしょう、これ。何？あ、何今の？ちょっとさっきの気になるね。なんかロードできんのかな？得点とか出たりすんの？クリスってなってる。あ、まあそりゃそうよね。Do not って書いてあったしね。ロードすんなって書いてあったのにロードしちゃったもんな。